現代史研究家でいらっしゃいます関野道夫先生よりお話をいただきます。皆さんからリクエストをお出しになりました。日本人を狂わせた全能工作、今なお続く占領軍の心理作戦と題しまして、1時間お話をいただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました、あの関野道夫と申します。じゃあ簡単にあの自己紹介をしまして、特に、もう書いたこの本との中身あるいは書き方とかなり密接な関係があると思われる点を、普通だとあまり関係ないんですけども、この私の場合にはかなり関係があると思いますので、お話しします。私はあの昭和14年に鎌倉で生まれまして、したがってあの終戦の8月15日というのはおぼろげながらですけども覚えております。それから B29 の空襲で、あの東京じゃありませんけど、これは爆撃されて火事になったっていうよりも B29 が放射砲かなんかに当たって真っ赤にちぎれて落ちてきたという光景を今でも、これ名古屋のところなんですけど覚えております。それでまああの終戦になりまして、私のところの家系は全部海軍の軍になりまして、父親は終戦と同時に、同時というのか、まあ、しばらく経って公職追放になって、かつあのちょっと病を得て、山の中で療養してまして、それを私もついてったもんで、ほとんど常に家庭にいたもんでですね、私が10歳ぐらいの頃にすでに、東京裁判はインチキであると、日本国憲法は国際法違反だという話を、それ10歳ぐらいの頃から父親から聞かされまして、したがってその点についての年季は、私はもう昨年末後期高齢者になりましたから、今70から65年ぐらいの年季が入った反、東京裁判反日本国憲法であります。それでその後あの大学は私工学部の出でありまして、一般にまあこういう何かを書かれる方はまあ、文系の方が多いと思うんですけど、私は工学部で、これはまあ私の持論なんですけど、工学部にも2つの系統があって、設計屋さんと実験屋がある。で私はもちろんあの仕事では設計もしたし、実験も両方してますけど、自分の性格としては実験屋であります。でこの実験屋というのは要はデータ重視というデータありきのものでありまして、あんまりこう頭で考えるよりはまずその実験データありきなんですね。ですから今回私があの原子量を探したっていうのは、まあそういったちょっと何て言うんでしょうね、経験っていうんですか、それもちろんあの会社に入ってからもそういうことがありまして、かなり影響していると思います。ですから今回この本を書くにあたって、まあ分量的にはほとんどこの原子量の解説が多くて、自分の考えを書くというのは少ないです。量的には少ないです。今回書いてるところでは相当痛烈に書いておりますけども、分量的にはあのそういう原子量の解説で、あのよく世間で有名なのはあのトヨタの現場主義というのが言われております。まあ、私も自動車産業ではトヨタではありませんけども、私のところがいた会社では、三原主義という言葉がありまして、その三原の3つの原というのは現場、現実、現物を、まあ、重視するということです。それがまあこの
原子量というのは現物であると私にとってはそういうことで、かなりそういう、まあ、経歴みたいなものがこの原子量産子には影響しているかなと、それとあと私は全部合計すると17年ばかり海外におりまして、これもかなりものの考え方等に影響していると、まあ、なんて言うんでしょうね、一般的な日本人と多少私が 20% ぐらいは外人かもしれないです、まあ、よく海外出張したもんでですね、成田のボーディングブリッジを境目に私はこう頭を切り替える、日本にいるときは人間性善説でお付き合いをする、しかし一旦成田を出たら人間性悪説に変わると、そうしないと生きていけないというふうに思っています。それから私が最初に行ったところがフランスだもんで、非常にそのヨーロッパの狭いところで、いろんな異なる国があって、考え方も非常に違う、まあ出かけるときは全く認識不足でありまして、第一に、まあ、当時はですね、私の感じではフランス人は 10% ぐらいしか英語を喋らなかったんですけど、出かけるときはまあいわゆる西洋人っていう 10% からげの認識しかなくて、まあ多少英語ができたからなんとかなんだろうと思って出かけたらば、たらはですね、確かに会社の公用語は英語でしたけども、自分の部門に帰ったら英語をしゃべらない人がいっぱいいます、それから販売店さんでも二輪とか汎用の販売店さんの方はほとんど英語をしゃべらない、まあ、四輪関係は割と英語をしゃべったんですけど、というようなことでやはり全然認識が間違ったなと。それともう一つもっと深い印象を受けたのは、イギリスも行く前はイギリスもヨーロッパだと思ってたんですね。ところが行ったらフランス人がまずイギリス人はヨーロッパ人じゃないよ、でイギリス人もやはり自分たちはヨーロッパ人ではないよとこう言ってまして、その辺もやっぱり行って初めて分かった驚きでしたね。まあ、確かに今でもイギリスはユーロを使ってないし、さらにEU 脱退という国民投票をやるという話も聞いてますけど、まあ私の経験からして、そうだろうなという感じが持ってます。それとあとはちょっと変わったところはイランにもおりましたけども、まあ、これはちょっとまあ今回あんまり議論してもしょうがないんで、最後に私はアメリカに9年いまして、まあ、この9年間というのは日本人であるゆえに不愉快な思いをしたというのは全くありませんで、公私ともに大変よくしてくれて、その限りによってはアメリカ人というのは大変フレンドリーで人のいい人たちだという思いを持っております。しかしこれからお話しするウォービルインフォメーションプログラムのようなこういう面は全くそういう善良で人のいいアメリカ人とは全くその真逆なあれを見せているわけですね。まあアングロサクソンのその怖さというのか凄さというものをこのウォーギルティ・インフォメーション・プログラムでは見ることができると思います。でまあここにいらしている方は一般日本人に比べれば随分意識の高い方が多いと思いますので、そのウォーキングインフォメーションプログラムを初歩からご説明する必要はあまりないだろうと思う。それで、まあいろいろ個々の話をしていく中で、だんだんいろんなことを分かっていただけるのかな。それでコピーをお配りしてあるこのいわゆるブロックダイアグラムみたいなのをお配りしてあるんですけど、今日私がお話しする話とは一言言うと全部この中に詰まってます。ここに書いてある中のことを、まあ、もちろんもっと詳しく言うけども、
ほとんど全部この絵の中のどっかの話になって、それでまずその、このウォーギルインフォメーションプログラムの特徴っていうのもをお話ししようと思います。まずそのウォーギルインフォメーションプログラムっていうのの、まあ、一丁目一番地は東京裁判。これはですね、まあ、このこれに一番関わってるのはあの GHQ の中の CIE あるいは CI&E という、民間情報教育局というところなんですけども、ここが出した文書で最もそのいわゆる内容のある文書として一番古いであろうと思われるのが昭和20年1945年のですね12月21日に出した文書が一番系統的にこの計画を述べた文書であると思います。これはあの、まあ、この本を持っておられる方はですね、ここに写真でこの原本がありまして、こちら側にはあのその全部じゃないですけど翻訳が書いてあります。これ一番最初に公開したらですね、あの下記情報計画、あこの時点ではですねまだあのウォーキングインフォメーションプログラムという名前ではなくてインフォメーションプランという名前で、出ておりますね。で、まあ、この一番最初にねこういうことが書いてあります。下記情報計画は先犯容疑者の逮捕および裁判に関係して使用される。これはあの CIE というのは初代局長のダイクという准将ですね、彼が他の局長に対して出した。ここで一番それで最初に書いてあるのはそのやはり ABC とありまして、まあ、いわゆる先犯の定義みたいに見たいというか定義ですね。でこの AQ、AQ、CQ というよりも、まあ、AQ 先犯というのは大変間違って使っておりますよね。今あのスポーツなんかで敗因負けた方の一番原因になったようなプレーをした選手あるいはまあ監督である場合もあるでしょうけど、これ AQ 先犯だって言ってますけど、これは全くあの間違った使い方で、あの ABC というのは何も A が一番、重大犯で B が次で C が最後だというのとは全く違うわけです。それぞれ定義があって、A 級というのがいわゆる平和に対する罪、B 級というのはあのその当時もからあった国際法違反の、まあ、これ自体はあの考え方としては特に不当ではないと思います。運用については問題ですけども、あの考え方は B 級先犯というのは別におかしなやつはないと。 C 級というのはまた人道に対する罪というのは全くそのそういう法律がないのに設けてここで、逮捕したり裁判にかけてると思います。そういうあの ABC の説明が書いてありまして、その次に目的と一番としてですね、侵略戦争を計画し準備し開始し遂行するかあるいはその陰謀を行ったことで有罪となった者に対し刑罰を与える道徳的根拠があることを示すこと、誰に示すってもちろん日本人に対してですけども、ここでやっぱりね、あの書いてないこと、まあ、案外大事だと思うのはあの道徳的基準というのは本当にあるかどうかは別としてですよ、一応道徳的基準を示すということは書いてあります。しかしながら書いてないのは法理論的な正当性ということは実は言ってません、このアメリカ自身が。だここにやっぱりね、あの相当なあのなんか隠されているというか、ちょっと裏を読めば
そういう書いてないところを読むとそういうことが、まあ、分かるんじゃないかと思います。まあその辺は後でまた詳しく申し上げます。それからですね、もう一つのやっぱり大きな特徴は、私が遅効性毒薬と呼んでおりますけども、遅効性の反対はすぐ飲んだらすぐに効く。例えば青酸カリなんていうのは口にしたらコロッと死にますね。ところがこれはその場ではあんまり効かないんです。年が経ってから効いてくる。あるいはもっと極端に言うと世代を経て効いてくる。まあ、最近の方がもうひどいんじゃないかというぐらいに効き目があるものがありますね。それから3つ目はですね、関節トーチだって日本の政府や日本のもちろんマスコミとかそういうものを通して、やったことが多いんですね。自ら手を下してやらない。それからまあその次はちょっと経路は違いますけども、日本人を洗脳するためには2つの方向がありまして、一つこの WGIP Global Information Program というのはインフォメーションを与える、日本人にその彼らのが必要と思う情報を与えるということですね。もう一つはこれは検閲とか噴射というんですか、保守ですね。これは日本人に見せたくない情報を隠すという、この2つが車の両輪となって日本人の洗脳が行われた、こういうことになります。それからちょっとじゃあ組織のことをお話しします。この貼り付けあるのはとにかく日本人を洗脳するための構図というのが書いてあるわけですけども、もちろん一番上はやっぱりアメリカ本国ですね。アメリカ本国の大統領で、もちろん日本人が一番意識しているのが GHQ あるいは SCAP といういずれにしても総司令部だとか、連合国総司令官ですけども、やはり本当に一番権力を持ったのはアメリカの本国の 大統領府ですね。それはマッカーサーも最後は解任されてしまうわけですから、ある意味では当然なんですけど、まあ、あとはいろいろこの中の組織もかなりアメリカの本国の息がかかってるんじゃないかなというのも随分わかる。それでまあいろんな組織あるんですけど、今関係あるのは2つ、大きく言うとまず2つありまして、参謀部っていうのと幕僚部。参謀と幕僚っていうと、これは我々時点で言うと両方スタッフだから、何が違うのかよくわかんないですけど、ただ英語の原文で言うと参謀部の方はジェネラルスタッフセクションです。それから幕僚部の方はスタッフセクションです。まあジェネラルがつくかつかないかです。でまあ本当にどっちが偉かったのか分かりませんけど、組織図的に言うとこの参謀部の方は参謀長の下にから線が出てますね。それから幕僚部の方は副参謀長から線が出てるから、まあ組織図的に見るとどうも参謀部の方が強いように見えますけど、まあ実態がどうだったかまでは私には分かりません。それでこの幕僚部の方中に今一番話題にする、CIE あるいは CIE&E という場合もありますけど、これがある。それから参謀部の方には G2 というのものが、これもかなり日本の戦況に影響を及ぼしています。それからもちろんこの中の一環として日本政府が入っています。
こういう日本政府ダイレクトにやったと思われるのは、一つは有害図書の没収ということですね。有害図書って何が有害かというと、もちろん、なんていうんですかね、欧米諸国の、その植民地化だとか、そういうことを書いたものもダメだし、もちろん反米的なものとか、そういう、向こうから見て都合のあるものは全部ダメだ。それからもう一つは教育改革ですね。これはアメリカからは割と占領初期に調査団が来まして、まあ、日本の左翼的な学者の人たちを集めて、調査をして勧告をしてと。この辺のやっぱり2つは日本政府を通じて、ダイレクトにやっています。それからいわゆる東京裁判、フルネームでいうと極東国際軍事法廷 で、ここもやはり非常に密接な関係があって、特にこの CIA の情報作戦は、まあ、東京裁判を中心に回っていたという感じですね。まあ、あとはその逆の、こういう思想と反対の人たち、同志たち、これはもう皆さんよく存じのインドのパルハンジだとかですね、まあ、日本で言えば清瀬弁護団長だとか、それからまああまり知らない方もおられるかもしれないですけど、アメリカ人の弁護人っていうのも非常によくやってる、ブレイクリーとかローガンとかそういう人がいますけど、まあ、この辺はかけねなしにアメリカ人のいいところかな、フェアですね、日本の国のために非常にいい弁護をしています。それから判事の中でも、まあ、必ずしもみんなそのいわゆるなんか多数意見じゃないですよね、これ検事はキーナっていうのが主席検察官はキーナっていう、これはまあとにかく日本人やっつけようというか、なんか卒業してやるわけですけど、必ずしもどこか、まあ、いろんな国から判事が派遣されているわけですけども、多数意見じゃないものもいくつかあって、完全無罪はパル判事ですけども、一部無罪というような人も結構いるわけです。まあ、代表的なのはオランダから来たウェイリンスとか、フランスのベルナール、こういう人たちはこの裁判についてやはり疑問を持っている、必ずしも有罪にしていません。マッカーサー自身も、まあ、ちょっと私はマッカーサーについてあんまり研究してないんで詳しいことを申し上げられないんですけども、どうも感じとしてはこの実際に行われた東京裁判のやり方、必ずしもマッカーサーは賛成ではなかったみたいですね。さらに、まあ、もっと後になれば、これはアメリカの占領に来た軍人のかなり共通な、まあ、なんていうんですかね、傾向だと思うんですけども、まあ、私の父親なんかも割と終戦後早くアメリカの、まあ、海軍の軍人ですけど、ここは交流があって、まあ、私もなんとなく知ってて、私がアメリカから帰ってきたのハワイに寄って、その人に会ったらば、まあ、ちょっとその申し出を受けられなかったんですけど、私の父親がなんか記念にあげた担当があるんですね、海軍の士官が死に移って、ね、それを返すって言われたんですけど、返してもらっても多分何かで引っかかって没収されちゃうだろうと、まあ固辞して帰ってきたんですけどね、なんかうまく持ってきて、持ってきたら本当は良かったんですけど、やっぱりちょっと何かで引っかかるのまでなと思って、いや結構です
かりましたけど、まあ相当早い時期に付き合ってましたし、まあ、私の感じではですね、軍人同士っていうのは結構あんまり恨みは残らないですね、戦っても。まあ職業ですから、命のやり取りをしてもそれは職業ですから、まあ先生はこうどういうお気持ちか分かりませんけど、まあ後で私が直接父親から聞いた話ではありませんけど、本に書いてあったのは、皆さんもガダルカナルの争奪戦はご存知だと思いますけど、あの時ガダルカナルの取られてアメリカが飛行場を作って、そこを砲撃に日本のまあ戦艦が来て、でまあ第1次とか第2次第3次ソロモン海戦っていうのがあって、まあ私の父親は第3次ソロモン海戦の時に戦艦ヒエというのに乗っていて、結局は行動不能になって自沈したんですけども、その時にまあ、アメリカの駆逐艦がものすごい突っ込んでくると、で非常に感心していたということが書いてありますね。でそれを聞いて私はまあアメリカにいてアメリカンフットボールをよく見てましたけど、アメリカンフットボールをご覧になる方は分かると思うんですが、バックスっていうのは選手の中では小柄なんですね。もちろん一般人に比べたら言いたいわけですけど、それに比べると前に並んでぶつかり合うラインとかですね、その後ろにいるラインバッカーっていうのは大男ぞろいです。それが待ち構えてるところにもう頭から突っ込んでくるんですね。もうやっぱり突っ込む精神っていうのがすごい私も思いましたけど、まあ父親はそれがアメリカの駆逐艦が戦艦から見ると見えなくなるぐらいそばまで飛んできたそうだ。だからまあね、これ見るとよくサッカーのチーム同士が相手をリスペクトするっていうけど、まあちょっとそういう感じかなと思うところがありますね。ですから北軍人っていうのはマッカーサーも最後はかなり乗り込んできた出来事は違う対日感が変わってたはずですけど、まあ他にもそういう人がいます。そんなことでどうも悪いのはむしろトルーマンだとか、まあ、ルーズベルトは死んじゃったけど、そういう政治家の方がなんか対日感は非常に悪いっていうんですか、人種差別的な思ったんじゃないかと思います。で、まあ、ちょっと前に戻りますと、その遅効性毒薬だというのはですね、まあ、ちょっと話戻しますと、このウォーギルティンフォーメーションプログラムについて最初に書いたのはこの江藤淳さんの失われた言語空間、これなんですね。で私が何でこの本を書いたかっていうと、もし江藤淳さんがですね、この原子量も全部ここに写真かなんか出して本当にありますよって書いてたら、多分私はこれ書かなかったと思います。なぜかっていうと、ウィキペディアでもう変わりまし少し変わってきて、まあ、私がこれ書いてから少し変わりましたけども、当時はですね、ウォーギルティンフォーメーションプログラムでウィキペディアを引くと、まあ、江藤淳がこういうのを書いてる。ところが原子量は公開してない、まあ確かに公開はしてませんね、この引用はしてますよ、何日付の CIA からの文書、私実際こう写真は出したりしてません。それなもんでですね、その本当に原子量があるかどうか分かんないと書いてあるんですね。つまりもうちょっと悪く言えば捏造じゃないかっていう意味も含めて、このエトリアンさんの本をそういうふうに書いて、せっかく中身は大変、もちろんこれ本ですから、私が80何ページのこのブックレットで、こちらは本ですから、もっと詳しく書いたい。ただ江藤淳さんのこの本はですね、1部と2部からなっていて、
一部の方はどちらか検閲ですね、検閲について書いて、二部の中で、このウォーギルティンフォーメーションプログラムが書いてあります。で、まあ、残念ながらその写真に出すとかいうことをしてないもので、そういうふうに言われてしまって、もう一つウォーギルティンフォーメーションプログラムも書いて、まあ、もう書いてっていうことは、高橋志郎先生が、日本が二度と立ち上がれないようにアメリカが占領期に行ったことっていう、こういう本を出されて、これはまだ割と新しくて、確か去年ぐらいかなだったんですけど、これはこの特徴はですね、ウォーギルティンフォーメーションプログラムの源流のようなアメリカ人の対日感に遡って書いてまして、これは皆さん聞いたことがあると思いますけど、ピクト刀、ちょっとねタイミング的にやつじゃ、ピクト刀が書かれたより前にすでにこのウォーギルティンフォーメーションプログラムっていうのが、まあ、策略っていうのはアメリカにあったと思いますけど、まあ、そういった非常に源流にさかのぼって、聞くと刀だけじゃなくて、逆に日本に好意的な日本に好意的というよりもアメリカのやったことに対する批判、ヘレン・ミアーズという人のどなどもですね書いてあって、大変ある意味じゃ奥深い本だと思いますけど、高橋先生はどういうわけか、その原子炉については全く触れられておりません。ただ高橋先生が原子炉を見ていることは間違いないんです。それは最終的に高橋先生からヒントをもらって、この原子炉がこちら茂木さんとの仲介でですねあって、まあ、多少記憶がボケたことで、まあ、私どもの推理も含めて、資料を探し出したんですけど、高橋先生は見てないはずはないんだけども、原子炉にはあんまりこう意識がいかなかったのか、全くその原子炉について書いてないんですよ。ですからそういう意味で、お二人の大変立派な企画も原子炉はあるかないか分かんないという書き方をされて、しっかりするとこれみんな捏造じゃないかと言わんばかりだったら書いてあるのが、私がまあこれを書いた一つの動機の一つですね。それでまあこの表紙にもその原子量実はあしらってあると、それとまあ動機については、もっと根本的な動機はですね、要は毎日のようにいろいろ、まあ、特に保守の立場から言って、非常にこの野郎っていうような話がいっぱい起きてますよね。でその都度もちろん皆さんいろいろ活動しているんですが、これはなんか意味がないっていうか、これ必要なんですけど、しかしなんかもぐらたたきみたいだなと。ですからこのもぐらたたきだけでは永遠にこのブツ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 、もう一番最近の例で言えば世界遺産の話にしても、まあとんでもないその外務省の人とかあれは知らないけど、とんでもないことをやってると、そういうのは毎日のようにこうポッポッポッ出てくる。なんかやっぱりね、その裏にある根本的なものを直さないとダメじゃないか思いまして、何だろう、それは何だろうと、まあ、最初ずっと思ってたのは東京裁判士官ですね。で確かに東京裁判士官はそうなんですけど、そのまた裏に何かあるんじゃないか。で、まあ、裏というのか、まあ、表裏一体になっているのがこのウォーギルティンフォーメーションプログラムというふうに思いついて、それでこれ調べたいと思って、例えば伊藤潤さんの声に行き当たったらいいんだけど、そういうふうにもしかしたら捏造かもしれないようなことが書かれてるということが、まあ一番大きな原因ですね、この本を書いた。まあそれで
探し出したのは、最初は国会図書館に行って、資料を探そうと思ったけど、間違いなくあるんですけども、担当の方もそんなに詳しくないから、なかなか探せないんです。そうこうしてるうちに、もうちょっとネットで調べたら、明星大学というところにあるらしいということが分かりまして、これも全然最初当てはなく、あと尋ねて、それでちょっと1回ぐらい無駄しましたけど、またまあ2度目に行った時、相手をしてくださったのが勝岡幹事さんという方で、この方が大変の文書に詳しくて、最初に、貸していただいたのが、蒼天社というところが出している国会図書館 の、 その CIE というところの出した文書の目録なんです。それが約500ページぐらいありまして、1ページに50点、50点っていうのはその1点1点がまたいっぱい何ページかの資料からなってるんですけども、まあ、50点かける500ページだと2万5000点あるわけです。で、まあ、ちょっと2万5000点、どうやってその中から調べるのかなと。まあ、ある程度ね、いろいろ記号がついてまして、こう分類がどういう関係だっていうのとか書いてありますんで、それとまあウォーギルティインフォーメーションプログラムっていうのは占領してすぐ始めたわけですから、もう占領末期に出てる文書なんてあっても関係ないだろうというように、まあそういう面からある程度絞って、そういうのは何十点もあったんですよ。 そのうちに、まあ、茂木さんにご紹介いただいて、今度は高橋先生にお会いしたら、さらに絞れて、でもう一回勝岡先生にこんなからコピーしてくれませんかって言ったら、実は39ページの原資料ですね、コピーしてくれて、それはまあちょっと、例えばこういうものが、これがさっき言った12月21日の、最初の、こういうのが39ページ全部、まあ、ただこれはいいんですけども、字が潰れてるようなものがいっぱいありましてですね、でかなり推理にパッと見てるといわゆる物理的には見えないんですけど、ああ前後関係から多分こういうワードだろうっていうのは、まあ、この真ん中辺なんか真っ黒になっちゃってほとんど物理的には読めないですね。まあ、この辺は、ね、私はかなり受験戦争かなり思考の世代ですから、試験場に行って辞書持って入るわけじゃないですから、知らない単語も推理しなきゃいけないという、そういう推理力でかなり読みましたけども、まあそんなところで、なるべく 100% ではないですけど、大体読むという。で、まああとは彼ら GHQ が具体的に気にしたことっていうのは2つあるんですよ。で、1つはまあ非常によく分かるというのは原爆投下ですね。この原爆投下というものに対して、批判はまあ日米で両方である。で、これにどう対応するか、もう1つは東京裁判の最中に東条英機さんが言ったこと、要はこの裁判はその勝者の裁きだと、まあ、勝者の裁きという意味は公平な普通の裁判じゃないよと。この2つは具体的に例を挙げてどう対応するかということが論じられています。で、これはやっぱりなかなか頭がいいのはですね、直接反論はしない、
直接反論をするとかえって日本人の反発を招いて、日本人の考えを固めてしまうから直接 反論しないということを書いてありますね。じゃあどうするかというと、必ずその日本の戦争犯罪というものを一緒に書く、それも一つのところで書くんだったら上の方に、日本のその蛮行っていうんですか、その犯罪行為を書いて、でまあどうしても書かなきゃならなかったら原爆の話はしたのに、あるいは東條さんが言ったことはしたままに書くという、そういうことは書いたり、そういうふうに対応するんだ。だから闇雲に反論しないっていう、頭はまあいいんじゃないですかね。まあ、そんなことが書いてありますね。まあ、それから、一番本当は私が一番言いたいのは、やはり最初に父親の話じゃないですけど、東京裁判と日本国憲法の話ですね。で東京裁判の話は、まあ、私が割と去年、まあ、アメリカの知人で日米関係を研究している人からちらっと聞いたのは、まあ、ちょっと調査対象が分かりませんけど、アメリカでその東京裁判とから原爆投下についてこのアンケートをしたと、肯定するか否定するか。ただ東京裁判はアメリカ人でも否定する方が多数だったんですよ。原爆投下は男女でやっぱり、まあ後で多分細谷さんの方からもっとお話があるかもしれないですけど、男は肯定が多くて女は否定が多いと、こういうことを聞きました。だからやっぱり、まあ、やっぱり戦後だいぶ時間が経ってアメリカ人の中でもだいぶ考えが変わってきて、特に東京裁判はやっぱり論理的にっていうか法理論的に弁護する余地はないと思いますね。要は今の近代刑法の大原則である、罪刑法定主義、で事後法を禁止する、これを全然守ってないですね。さっきの、まあ、B 級戦犯っていうのは、そういう論理から言うとこんなにおかしくないですけど、 A 級と C 級っていうのは全く事後法であるんです。でそれからこれも割と有名な話ですけども、清瀬弁護人が裁判長に対して、その東京裁判っていうか、この法廷が持っている裁判管轄権、これは何だって聞いたら返事ができた。で、後で返事すると、判決の時に返事するって言ったけど、結局返事しなかった。ということは、裁判管轄権、裁判をやる権利がないのに裁判をしたということですよ。で、これ、我々は仮に何かで逮捕されて、裁判をかけられて、裁判長に、あなた何法に基づいて俺は裁くんだって言って、裁判長が答えられなかったら、そんな裁判成り立たないですよ。だからそういう裁判だ。それからもう一つ、まあ中身、それはまあちょっと置いとくとして、特に平和に対する罪って、日本は侵略をしたと、でその侵略の防御をしたとか、まあ、計画をしたということで永久戦犯っていうのは訴えられているわけですけども、これもさっきの事後法とかなんとかな、ちょっと置いといたとしてもおかしな話ですね。これは実は私がこの本の後でです、後ってすぐの後なんですけど、正論の5月号にも、書かないかって言われて書いたのがありますけども、この中にはかなり詳しく書いてありますので、侵略ではないから、漢字でものを言う形で日本は侵略したというのではなくて、国際法上侵略行為なのかどうか、こういうことですね。それを今の日本の人もほとんど分かってない人、まあ、多分自民党の人だってあんまり分かってないんじゃないかと、
それはまあ多分根拠、日本は侵略戦争をしたという根拠に使われると思われるのは、パリ不戦条約、別名ケロッグブリアン条約という1928年ぐらいですから、もちろん今から見れば大昔の話ですから、しかしこの戦争をやってた時、起きた時、あるいはそのちょっと前、例えば満州事変のあった頃から見たすぐ寸前にあった国際条約ですから、だから全然そんな昔の話じゃないんですね。ここで確かに侵略戦争は禁止するという条項はあります。ただし、まず侵略とは何かという定義がされてなくて、さらにもっとまあ実質的に重要なのは、アメリカとイギリスは自国の外であっても自国が特殊権益を持っているところでの武力行使は侵略ではないと言ってます。まあ、特にアメリカなんかは中南米は自分の庭だと思ってますから、中南米にはこの条約は適用されないなということも言ってます。それからまあちょっとそれとは違いますけど、同じそのケロッグっていうのはアメリカの国務長官ですね。で、彼は経済封鎖は戦争行為そのものであるとこう言ってます。まあ、ですからそのアメリカは自分で言ったことを東京裁判じゃ全然無視してる、ダブルスタンダードですね。それでその日本は戦争計画をしたって言うけど、これしない方が為政者としては怠慢ですね。アメリカはちゃんとオレンジ計画かそういうのをずっと昔から持ってて、まあ、日本にはオレンジ計画だし、他の国に対してもそれぞれ敵国になった場合どういうふうにやるんだっていうことをちゃんと持ってた。それを日本が防御したなんて言ったら、そんなものじゃとてもね及ばない。というか、まあ、それがいけないって言ってるんじゃなくて、ある意味では為政者としては当然ですよね。自分の国ともう戦争する可能性があるところ、これと戦う場合にはどうやったらなんだと、こういう計画を作っておくというのはもうある意味では義務だと思う。それを作っておかなかったとすればむしろ怠慢だと思いますけど、それを日本がやると戦争犯罪になって、自国がやると何も言わないって、こういうまさに非常にいい、そういう面でひどいやり方ですね。まあ、そんなことで東京裁判なんていうのは全く意味がないっていうか、論理的に成り立たない、法理論的に成り立たないですね。だから従って A 級戦犯だろう、まあ、B 級はともかくして C 級、A 級、C 級戦犯っていうのも意味がないですね。で、意味がないのにその人たちが祀られてるから靖国に首相が言ってはまずいなんていう話は全く論理的におかしい。で、しかもですね、この話はちょっと今なんかで小泉内閣の時だそうですけども、当時のその民主党の国対委員長であった野田佳彦さんが、それおかしいっていう質問をしてるそうですよ。首相が靖国に行けないなんていうのは おかしいじゃないかと。今の一体民主党の人はどう思ってるんですかね。自分の先輩、自分たちの先輩がそういうことを言って、さらにもっと前には社会党の女性の代議士が戦犯という、まあその表面的っていうか端的には恩給だとか、そういうものを復活しろっていうのが主ですけど、その中にはやっぱり靖国に合致してあげなきゃおかしいじゃないか、堤つるよさんという社会党の代議士ですよ。その方がそういうことを言って、今 の社民党だとか、いやそれで確かね共産党もそのあれに賛成してるんですよね。だから一体今の人たちは自分たちの先輩がやったことを
どう思ってるのかと、もう、あったら面と向かって聞きたいと思いますね。そういう意味で、昔の人の方が、社会党だと、むしろ今の人よりやっぱり、まともっていうのか、今の人の方が、今の合議力インフォメーションプログラムの、悪影響が高まってるんじゃないかという感じがしますね。それがその遅効性毒薬、遅効性でかつむしろどんどん効果が悪くなってる、そういうのがこの合議力インフォメーションプログラムというふうに思います。あとそうですね、この合議力インフォメーションプログラムとはちょっと違う、その検閲が報道規制で、やっぱり 今もまだ影響があると思われるのがありまして、これは30項目あるんですけども、30項目の、占領してるんだから そのぐらいは言うのは当たり前かなというのもありますけども、ちょっと言ってみますというか、プレスコードというのがまずあったんですけど、このプレスコード自体は建前論としては立派なことを言ってる、報道の自由とか、これが内規で30項目こういうのがめっちゃ言っちゃいけないっていう、そういうのがありまして、最初の方のその連合国最高司令官に対する批判、これは占領してるからそんなに文句言うなっていうのはある意味では分かりますね。2番目が極東国際軍事裁判批判、3番目は GHQ が日本国憲法を起草したことに対する批判、この3番目にこういうことを言ってるということ自体が証拠、逆の証拠ですね。日本国憲法って何だろうというのを文字通りここに書いてあるわけですけど、彼らが言ってることで、から4番は検閲制度への言及、つまり彼らが検閲したことについて、言及してはならない、アメリカ合衆国への批判とか、それは分かんないではないですね、この時点では。からロシアへの批判、英国への批判、この辺まで分かります。この次がですね、朝鮮人への批判で、その次が中国への批判、この辺は今でもその 100% 残ってるわけじゃないけど、かなり特にマスコミ、朝日新聞なんかにはもうこれはやっぱり色濃く残ってるんじゃないですかね。その他連合国への批判、これは確かに連合国一般への批判、満州における日本人の取り扱いについての批判、これはだからソ連がどういう変な悪いことをしたかっていうのに関してはいけないと思いますね。それから次が連合国の戦前の政策に対する批判、これはつまり、植民地やのどんどん帝国主義、こういう批判しみたいな。それからこれはちょっとどういうのか分かりませんけど、第三次世界大戦への言及、ちょっとこれまでは動機は分かりません。冷戦構図をですね、に関する研究、戦争用語の宣伝、新国日本の宣伝、軍国主義の宣伝、ナショナリズムの宣伝、大東亜共栄圏の宣伝、その他の宣伝、その他の宣伝というか、戦争犯罪人の正当化、および用語、こんなのが残ってりゃ私の本なんか書けないですね。で次がですね、これはやっぱり従軍ヤフランとの関係ありますけど、占領軍兵士と日本女性との交渉を書いてはいけない、こういうことを言ってるっていうことはやってたっていうこと今から言えばこれはかいすごい証拠ですね。アメリカがやったことの闇市の状況とか、占領軍軍隊に対する批判、飢餓の誇張、飢餓たる上ですね、
暴力と不穏の行動の扇動のものは別におかしくない。不義の行動も一般論ですから、どうぞ。GHQ または地方軍政部に対する不適切な言及、それは解禁されてない報道の公表。確か朝日新聞が何日から戦後を終えてすぐ何日間か発禁になったんですけど、それの理由の一つはこの解禁されてない報道だったと。解禁されてない報道の公表、いろいろお話し出すと意味がないんですけども、まあ時間も来ましたのでこの辺にしますけど、それもう一つ、ボギルトインフォメーションについて言及している本としては、実は自由社が出している中学校用の歴史教科書ですね、この中にわずか数行ではありますけども、これ一応ね、コラムでも、そう、ちょっとこういうところにですね、ここに、本当産業界読んでるんですけど、ボギルキラ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 というのが載っております。まあいろいろ後遺症はいっぱいあってですね、見出す気がないです。まあちょっと 中途半端で申し訳ありません。一応こんなことで、ちょっとお話を終わらせていただきます。